をやるとき土作りっていうものがね、まあ、大事になってくるんだけれども、まあ、まず大体みんな喋るのは何を入れるかとか、何を買ってきて何を使うかっていうことだったりね、機械でどうするかばっかり考えるんだけれども、まあ、実は自然農法とか、まあ、有機栽培をやっていけば、その前にね大事にしなきゃいけないことあるよねっていう話があるんだけども、まあ、その話をねしようと思って動画撮ってるんだけれども、まあ、言ってしまえばまずは生き物を増やしましょうっていうことなのね。だから土を作るのが、人間になっているのが、まあ、観光農法じゃないかなと、まあ、今まで聞いてきたり見てきたりした中でね、人間が土を作る、それが、観光農法だから、化学肥料とか、駆動石灰とかトラクターで弾丸暗渠とか、 なんかあのプラウで天地返ししたりとかね、まあ、それも効果はあるしいいんだけれども、それを否定するわけではないんだけれども、有機農業自然農法においては土を作るのは、まあ、人間もいるんだけれどもね、うん、当然ね人間もいるんだけれども、それよりも人間の役割ってのは1割2割程度であって、それよりも主役は生き物なんだよっていうことから始まると、まあ、俺は思うのね。いろんな人の栽培をね全国あちこち、まあ、北海道から京都まで行ったりして聞いたり本で読んだり自分で考えて得た結論としては、植物とか、虫とか動物、そういうものの力の方がずっと人間よりも上だっていうことをまず肝に銘じていくところから始まる。これが有機農法自然農法の 土作りじゃないかなって思うのね。でそこの出発点、人間主体か自然主体かっていうか、まあ、人間も当然ね自然農法の方にはいるんだけれども、人間も土作りの一員なんだけれども、そこでね、どこまで力を入れていくか、どういうふうにやっていくかっていう違いが出てくるのね。で何をやるかっていうと、まあ、観光の方はさっき喋った通り、まあ、化学肥料とか、なんだ駆動石灰とか、トラクターで天地返ししたりとかいっぱいあるんだけれども、まあ、有機農法、自然農法、ね、自然農法の方で言うと何するかっていうと、俺は草を生やすっていうことをするのさ。まあ、なぜそれするのっていうと、まあ、草の根っこから、分泌物出るわけさ。いろんなもの、有機酸だとかなんかいろんなものが出るんだけどもね、そこの細かいことは忘れたけれども、そういうものに、まあ、菌根菌って菌の根っこの周りに菌がついて、それが植物からでんぷんとかもらって栄養を持ってきてみたいな、ね、根っこの先にさらにそういう菌糸がついて、それで一緒にこうね、前の動画で出したアーバスキュラー菌根菌とかそういうのもその一種だと思うし、そうすればあとその根っこをの、まあ、草枯れるじゃん1年草だったら、そうすれば穴が開くわけさ、ね、その穴を通って空気酸素が供給されて、また動物の住処になるし、そこを通って水が抜けて水はけが良くなるとか、そういう効果があるわけさ、ね、でそのおかげで土も良くなっていくと。で菌、根っこの周りには、ね、その根茎微生物っていう微生物がいっぱいいるわけさ。それの草がないところ、根っこがないところっていうのはやっぱ少ないっていうことは、本にも書いてあったし言われていることで、だから生物の住む場所を作る、そのために草を生やすの、根っこを入れる。だからここ今栽培ね、里芋映ってるでしょ、でさつまいも出てこなかった、さつまいもの奥とか今何も植わってないんだけど、じゃがいも植わってね、ちょっと暑すぎて植えることができなかったっていう形でなんだけれども、草は生えてるのね、まあ、草刈りはしたけどもね、草は生えてる状態、これはすごく俺はいい状態だと俺は個人的に思うのね、まあ、そう思わないで綺麗じゃないからっていうので耕したりする人もいるけれども、草を消す人もいるけれども、俺はいい状態だと思う。使わないんだったら自然のに任せて、植物を育ててっていうか草でも生やして、それで微生物を増やして休ませて、そこで出た草は買って、まあ、よそに堆肥として置いておいてまた戻してあげるっていうこともすればいいし、ね、だから草を生やせばその草も土に返って、それもまた微生物とか生き物のご飯になって土ができていく、そういうなんていうんだろうな、この生態系の循環はをこの畑の中に取り入れて作ってしまおうっていうことなのね。だからまずやるべきことはそういう環境づくり、草を生やすっていうこと。だから通路部分とか結構ね除草剤巻いて綺麗にっていうか、草がない状態にね、俺は綺麗だとは思わないよ、あれ汚ねえなと思うけど、除草剤で枯らしてしまうところあるんだけれども、それねやってしまえばそこで
植物につく生き物とか、その植物の雑草を食べる、まあ、害虫、作物を食べないから害虫じゃないんだけどね、雑草を食べる虫もいなくなる、生物層が下がるっていう。で、草むらがあることによって、益虫もそこに住むわけだ。で、益虫が害虫を食べてくれる。だから全体的に見て害虫の被害も抑えられていくとか、そういう自然のね、なんて言うんだろうね、その自然の循環を壊してしまうから、俺は除草剤も嫌なのさ。だから通路部分ね、こういうところも、あるんだけれども、草を例えば、まあ、除草剤使わないとしても、この通路部分さね、見えてる、ここか、いや画面見ながらじゃ分かりづらいけど、通路部分、通路あるんだけれどもね、これをさ消すのに、まあ、トラクターっつうか耕運機、管理機で耕すっていう方法もあるんだけども、そういうことしないで草を生やしておく、生やしておく場所にするっていうのも一つの手だしね。なら草を生かして土を生かす、環境を生かして土を生かすっていう感じかな。うん、まとまってるかどうかちょっと自信なくなってきたけれども、まあ、結局のところ人間にとって都合のいい畑を作るっていうことではなくて、草を生やし有機物を入れて、そのを食べてくれる生き物を呼び込んで、それで、土を作る。その生き物がそこで生きていくことによって、まあ、草を食べるじゃん。だからうんこが出るわけじゃん。そのうんこもまた別の生き物の食べ物なわけで、それまたその繰り返しで、結局その積み重ね積み重ねでいくと、その栄養で野菜が育てられるっていうことになってくるわけさ。うん、だそういうことで草を生やす、有機物を入れるっていうことを俺はやってほしいっていうこと。だから草が生えてれば汚いっていうことではなくて、草をあえて生やす、ね、汚いのは生やしっぱなしだから汚いんであって、であれば刈り払い機を使って刈ってしまえばいいし、住宅街であれば、まあ、バッテリー式のものもあるから、それの方が手入れも楽だし、音もしないから使いやすいと思うんだけど、そういうふうに刈っておけば汚くはないし、ね、だから草を嫌わないでほしいなって思います。畑やるときはね、自然農法で特にやる場合は、土作りをするっていう場合はね。で、その考えのもと、まあ、やっていけば、とりあえずね、肥料、大きな肥料、まあ、ちょこっと入れたりするかもしれないけどもね、そんな油かすとか、ね、それも油かすも、皆さんが食べてるオリーブオイルとか、菜種油か、油とかの絞りかすだから、有機物なのさ、それとかを入れてあげるぐらいで、大体取れるようになってくるはずなんで、あとは有機のカキ殻石灰とか、ね、だから入れるものをだんだん少なくしていける。土を作れば。ただこの土作りっていうのはやはり一長一短にはできないんで、明日明後日っていうか、まあ、今年にのものにすぐしたいっていう場合は、どうしても化学肥料とか農薬、そういう観光農法には勝てないのさ。ただ少し時間を置いて2年3年、俺がやったら2年では物を取れる、2年 でその2年待てるっていうんであれば、ぜひ自然農法やってほしいなって。それだったらできる。うん、ただ大変だけどもね、結構ね頭使うし、うん、だけども本当本当に俺の家庭菜園だったら全然肥料入れてない、うん、入れなくても取れるのさ、うん、いや本当不思議なもんでさ嘘ではないから。ただ大変だけどね、本当に草をどれだけ入れるかとか、土作りをする、堆肥を作るとか、結構ね体使うからね、うん、どうしても機械化はできてないから、手作業っていうことが増えてくるんだけれども、まあ、そこは知恵使ってね、通路のところによく動画で喋ってるんだけど、畝と畝を立てた間の通路、ね、谷になるところね、畝立てるじゃん、その間の谷になる通路の部分に有機物をどんどん敷いて、米ぬか巻いたり油かすそこに置いてぐらいで、結構取れちゃうから、うん、本当に肥料を、高くなった肥料をいっぱい買ってくるって必要はなくなってるよ本当に、うん、だからまあ、まとめに入るけれども、ね、ぜひ土作りをするっていう時になったら、人間の作っているものをただ買ってきて入れる、まあ、それはとりあえず一時しのぎでやりながらもいいんだけれども、草を生かすっていうやり方っていうものを勉強してほしいなって思います。草を生やしてその根っこの周りに生き物を作る、草が生えてればそこで、生き物が隠れられるから、ね、益虫も増えるし、で農薬をまく量も減らせるし、ね、天敵が増えれば害虫も暴れられないから、ね、そういうふうに増やしたり、逃げる場所として一部そういう草むらを残しておくとか、まあ、そういう方法を導入してみてほしいなって。草っていうのは
厄介なもんではあるよ。いっぱい生えてきてさ、草取り大変で、テーマはなかったとかね、あるけれども、敵にすれば大変だけれども、ある程度味方にするっていうね、そういう方法もあるんだよっていうことを覚えてほしいなって、まあこれ何回も何回も動画で話していくけどもね、それやっぱ重要なことだから、ね、自然農法においてはさ、うん、だからそういう情報はね、これからも出していくんで、チャンネル登録して待っててもらえれば、頑張ってやっていきたいなと思いますんで、とにかく草は敵じゃないと、害虫すらもね、害虫すらもそれは天敵のご飯なんだから、ね、益虫のご飯なんだから、味方なんだって思うぐらいになれば、自然農法って本当楽しくなってくるし、楽になってくる、本当に、うん、だから少しねやってみてほしいなって思います。本当にやるんであれば、ぜひ自然農法有機栽培やってみてほしいなって思いますんで、今日は草の話、ね、環境を作る草を使ってっていうことをお話ししました。まあ、まとまってるかどうかはね、ちょっと後で編集しながら見て笑いながらだけども、まあこんな感じでどんどん動画出していくんで、よろしくお願いします。